新町遊郭は大阪で唯一江戸幕府公認だった遊郭。現在の大阪府大阪市西区新町一丁目、道二丁目に存在した。新町遊郭文章大阪夏の陣の翌年、1616 16年に伏見町の浪人とされる木村又次郎が江戸幕府に遊郭の設置を願い出た。 候補地となった西成郡下南場村の集落を道頓堀川江南へ移転させ、1627年に新しく町割りをして、市中に散在していた遊女屋を集約し、遊郭が設置された。メインストリートとなる、氷丹町には、島の内、道頓堀から、一筋北の新京橋町と、新堀町には、淡沢から、一筋南の佐渡ヶ島町には、上曝郎町から、 二筋南の吉原町には、吉原から友情屋が移転してきた。なお、遊郭の町となった、木村又次郎が、木村重成の乳母の子で、氷炭の馬印を所持していたことが氷炭町の町名の由来となっている。新しく開かれた地域の総称であった新町が、遊郭の名称となり、城下の西に位置することから、西や西桑とも呼ばれた。 17世紀後半には、上記のゴクルワ構成が定着し、新町ゴクルワ年寄りが遊郭を支配下に置いた。なお、名称は、新町ゴクルワ年寄だが支配下の町,の町の数は7町で、上げ屋町となる旧県町と、佐渡屋中米という高麗橋から移住してきた町人の、屋敷一軒のみを町域とする佐渡屋町の2町が、ニリボリ町の西に位置していた。 狂わないとなる蒸気の七丁は、皇居と板塀で囲まれ、随所に見返り柳や桜が植えられていた。出入り口となる門は、当初は、氷炭町の西端に設置された西大門のみで、あったが、1657年に氷炭町の東端に、東大門が設置され、1672年には、船場からの便宜を図って、西横堀川に新町橋が加強された。 他にも普段は閉じたままの非常門として5つの門が設置されたが、18世紀後半には普段から開け放たれるようになり、名ばかりとなった。皇居の外側は東に、西横堀川、北に、立ち寄堀川、南に長堀川が近接する地勢であるため、隔離性が高いように見えるが、各堀川の内側にも市街が広がり、架境も十分になされており、 東隣は、大阪城下の中心となる船場である。三大遊郭において、門が七つもあり、市街の中に位置する新町は、門が二つしかなく市街の端に位置する軽の島原や、門が一つしかなく、周囲を田畑に囲まれて市街から隔離された、江戸の吉原と大きく異なっていた。新町橋の架境と同年には、軽の島原から、夕霧太夫を抱える。 沖屋の大木屋が氷炭町へ移転してきた。夕霧太夫は1678年に短い生涯を終え、下寺町の清国寺に葬られたが、後世まで名義として語り継がれている。新町遊郭には、元六年間には800名を超える遊女がいたことが確認されており、明治初頭まで繁栄した。 新町演舞場2014年に解体された1869年の松島遊郭の解説、1872年の芸奨議会法令の布告、そして1890年9月5日の退化の影響から明治以降の新町遊郭は、車の中心部にも小売店などが目立ち始めるようになり、次第に商業地域となっていった。なお、現在では、 北隣の立ち売り彫りの影響もあって、金属、機械工具の問屋も多い。それでも、1922年には、旧佐渡島町にあった揚げ屋の高島屋跡地に、新町演舞場が建てられ、旧旧県町の吉田屋に至っては現存していたが、1945年の大阪大空襲によって、焼け野原となり、吉田屋も消失した。戦災復興の際に、 何わ筋の布お及び区画の変更が行われたため、クルワートの特徴的な街路や面影は残っていない。しかし、大阪の非営利団体、何わ堀江1500が、当時の資料を参考に、新町遊郭の模型を製作、大阪市立図書館で展示した。新町演舞場の建物は後に、旧大阪屋が、本社社屋として使用していたが、2014年に、 解体された。新町遊郭は、伊原西郭や近松門左衛門を、はじめ数多くの文芸作品の舞台となるなど、江戸期大阪文化を語る上で欠かせない、場所の一つでもあった。古典落語、冬の遊びの舞台となっている。不動産、大阪屋の旧本社ビル解体に着手、思考は、青木安奈路、建設、大和ハウス工業と近鉄不動産、 建設ニュース、2014年7月22日、大阪日日新聞2009年12月5日、号記事より。ありがとうございます。